Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そして100年企業白鳥製薬の白鳥社長です。おはようございます。白鳥製薬の白鳥聡です。さてこの番組は月曜から金曜まで企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューの中からリーダーになるための必要な条件、後継者部下の育成、苦境の突破法などの金言を探り、これからの世代を生きていくヒントを発信していきます。今週のゲストは富士製薬工業株式会社の代表取締役会長今井宏文さんです。女性医療のリーディングカンパニーといわれる富士製薬工業株式会社は、産科・婦人科用のさまざまな医薬品を開発・製造から販売までを手掛け、女性医療分野では国内トップクラス、世界の人々の健やかな生活に貢献し続けるという思いを乗せ、グローバル化にも取り組んでいます。昨日は基本的なことを習慣づけるという話でしたが、今日はどんな話になるんでしょうか。では今日木曜日、富士製薬工業株式会社の今井宏文さんのインタビューからどんな金言を見つけることができるでしょうか。今井会長が思うリーダーの条件というのは何でしょうか。そうですね、まずは周りの方に関心を持ってですね、人を好きになれるっていうことがまず大事だと思ってます。あと合わせてご自身だったり会社がこうありたいっていう夢とかビジョンとか理念をしっかり持つっていうことがリーダーにとっては僕は大事だと思っています。今井会長の今の目標や夢というのは何なんでしょうか。医療にできるだけこう優位な価値をしっかりお届けしてですね、当社しかできませんよっていうことをなすことによってですね、医療の現場から強い信頼とか支持を得て、もっともっとその医療に優位な必要とされる新薬をですね、手を挙げてきちんと医療の現場にお届けするっていうことが大事だと考えています。はい。その中でもこれから世界と戦っていくというところではどんなことを大切にしていきたいとお考えですか。ちょっとこだわりが強かったり妄想に近いような夢を持たれている反面ですね、とてもこう人間味あふれるキャラクターの方々が僕はほとんどだという印象を持ってますので、いろんな方とネットワークを築いていくということが日本だけではなくて海外においても僕は大事だと思っています。今井会長が考えるリーダーに必要なことについて伺いました。さて白鳥さんが今朝選んだ金言とは。周りの人に関心を持ち人を好きになれること。周りの人に関心を持ち人を好きになれること、この言葉からどんなことを学びますか。はい、人は一人では仕事ができないという話がありましたが、リーダーはまさに仲間がいるからこそ仕事ができるということですよね。そういった中で関心を持って好きにならないと何もついてこないと思います。やはり人に対する尊重の気持ち、リスペクト、これがあるからこそその人にチャーミングさ、可愛げ、そういうのが生まれてくるのかなと感じました。相手をちゃんと好きになる、そこが大切なんですね。そうですよね、好きという気持ちが伝わってくるとこっちも好きになりますからね。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き富士製薬工業株式会社の今井宏文さんの言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なおこの内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひ改めてチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。 Thank you.